福岡市では現在、プラスチックを燃えるごみに分類して回収しています。市によりますと、家庭から出る燃えるごみのおよそ2割はプラスチックごみで、年間およそ6万トンが焼却処理されています。市は昨年度、プラスチック製品を回収するモデル事業を実施、12トン余りのプラスチック製品を回収し、その7割をリサイクルしました。焼却の場合と比べ、二酸化炭素の排出量を3割程度削減できたということです。この結果を受け、市がプラスチックごみの分別回収を市内全域で実施する方針を固めたことが分かりました。今年一部地域で実施した個別回収の結果をもとに、ごみ袋の価格や回収頻度などを検討し、2026年度以降に分別回収を開始したい考えです。